はいどうも皆さんこんにちは、もしんです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。今日が2020年の4月の13日ですね。月曜日になります。今日なんですけれども、今日はですねビットコインだけ、解説していきたいなというふうに思っています。まずですねビットコインの、エントリー戦略ですね。昨日の動画で僕のエントリー戦略、言いましたけれども、それがね、まあどのようになったのかというところについてですね、まあお伝えするのと、あと今後の展望ですね。今日まあ大きな値動きで上に行って下がってきたというような値動きありましたけれども、まあこの後ですねどういう風になっていくのかっていうところをですね、4時間足レベルに加えて日足、それから週足も使ってですね、まあお伝えしていきたいかなという風に思っています。ここも重要な話になりますね。でそれからですね、動画の最後には初心者講座ですね、やっていきたいと思うんですけども、昨日の動画でですね5つの道具っていう話をしたと思うんですね。で5つの道具、僕が相場分析に使っている5つの道具って何なのかというと、移動平均線、水平線、チャートパターン、トレンドライン、プライスアクション、この5つですね。この5つを使って、まあ相場分析やっているわけなんですけれども、じゃあそれぞれ1つずつですね、どういうふうにこうどういうふうな視点でですね、そういう、テクニカル指標をですね用いているのか、っていうことをですねお話ししていこうと思っています。で昨日がですね移動平均線のお話をしましたので、今日はですね、チャートパターンでしょうかな、チャートパターンの、お話をですねしていきたいと思います。で実際にですね、僕があのセミナーなんかで使っている資料をですねここに移して、まあ、セミナーでねお話しするような内容をのもっと簡略版ですね、そういった感じで、動画の最後でねお伝えしていきたいと思いますので、ぜひね最後までご視聴いただけたらというふうに思います。ではね相場分析の方を始めていきたいと思います。はい、それではですねビットコインの4時間足ですね、から見ていきたいと思います。今の時刻が20時14分ですね。で今のビットコインの価格が6720ドル付近、日本円でいうと72万5000円ぐらいのところをですね推移している状況です。ビットコインですね、4時間足レベルで見ますと、昨日のですね動画配信時はこのあたりの、ローソク足だったと思うんですね。でそこからですね、まあ、12時夜中にかけて大きく上昇してですね、で今朝明け方からですね大きく下落してきて、で昼からは若干反発してですね横ばい相場になったというようなね、まあ激しい値動きがありました。でこのあたりはですね、まあその下げ止まったポイントだったりとか、一時的に上げてからの戻しですね、そういったところもですね結構想定はしていたんですけれども、さすがにですねちょっとここまで上昇するのはね想定外でした。なので、昨日ですね僕がこの7000ドル付近で、まあ、状況を見ながらですねエントリーしていくっていうことを言っていて、で利確ポイントとしてはですね6600ぐらいまで狙いたいっていうことを言っていたと思うんですよね。でその結末どうなったかという話なんですけども、結局ですね僕はエントリーしませんでした。でなぜエントリーしなかったっていうところですね、そこもかなり重要な話になるんですけれども、本来であればここにパーンとこうね当たって、そこからね一気に戻してくるような値動きでですね、戻り売りを狙っていきたいんですよね。ただしここのポイントはですね30分足で見ていただけたらよくわかると思うんですけれども、この辺りからですね、まあ、一時的に上昇して、この辺りはね僕はもう よしよしと、このまま7000ドルのところに来て、4時間足レベルで見た時に短期の移動平均線がですね重なってくるので、そこでエントリーして、まあ、6600まで狙っていこうというふうにね考えていたんですよ。ただねここの上げ方がちょっと様子が変わったんですよね。これ30分足レベルで、見ていただいてもですね、こうじりじり上げていっている様子っていうのがよくわかると思うんですよ。僕の理想的には、まあ、ローソク足、30分足レベルで言うと1本か2本ですね。まあ本当に1本ぐらいでパーンとこう上がって、一気に戻してくるっていうところがですね、一番狙いたかったポイントだし、そういうね、美味しい形になっていたんですよね。はい。なので、結構ね、待ち望んでいたんですけれども、こういう風にね、じりじり上げていってしまうと、さすがにですね、7000ドルも超えていってしまうと。でね、あと諦めたポイントがですね、もう一つあって、こうじりじり上げていたので、様子を見たんですよね。7000ドルタッチのところで様子を見ていたんですけれども、それほどですね、下げようとする気配がなかったわけですよ。ということで、これ7000ドル抜けて、どこまで行くかわからないなっていう恐怖感があってですね、実際こう7000ドルを抜けてきた後もね、監視はしていたんですけれども、ちょっとね、これはどこまで上がるかわからないなということで、まあ7100抜けたらもうやめようと思ってたんですよね。7100が最後のね、この水平ラインになってたんで、ここを抜けたらもうエントリーはできないなというふうに思ってたんですけども、まあここももう夜中のですね、1時頃でもう抜けていってしまったので、エントリーを諦めたというような経緯になります。
まあ今考えればね、ここを起点として入っていってもよかったなとは思うんですけど、まあそれはね、後から言っても仕方ないので、結局まあここはね、取れませんでした。まあ一日中監視できていればここのねショートっていうのをですね、まあ若干取れたかなというふうに思うんですけども、まあ日中ね会社にやっている都合でですね、まあ全くね今回の値動きに関しては取れなかったっていうね、非常にまあ悔しい思いをしたっていうのが僕の結末になりました。ということで、またね、下落トレンドになったということで、まあ、ここでですね、高値つけたので、ここからのですね、トレンドラインがまあ引けるわけですよね。はい、このあたりは昨日の動画でも言っていたと思いますけれども、まあ、このあたりからですね、こんな感じで引けるかなと思います。まあ、ざっくりね、ざっくり引いていただければいいんですけれども、こういうトレンドラインが今後機能してくると思います。なので、今からですね、まあ、戻してくるんであれば、例えば7000ドルにタッチするぐらいのところでですね、トレンドライン、意識される可能性があるんですけれども、僕はですね、それより前に、やっぱりね、この短期の移動平均線が今ね、中期を上から下に抜けて、まあ、このまま行くとですね、長期の移動平均線も上から下に抜けてくるということで、まあ、デッドクロスがですね、完成するということになろうかと思いますので、また戻した時に短期の移動平均線や中期の移動平均線、もしくはですね、7000ドルのこの水平線ですね、そういったところをエントリー根拠としてですね、戻り売りを狙っていくっていうことを再度ね、継続してやっていこうかなというふうに考えているところです。はい。で、今回はですね、まあ以前から僕が言っていたこの6500から6600のこのレンジですよね。このあたりの、まあ価格帯っていうのは非常にね、意識されていると。まあ過去も直近も含めて、かなり意識されたラインになりますので、ここで下げ止まるっていうのはまあ予想通りだということで、今後もですね、一旦こう上昇してきてですね、また、戻り売られるという風な展開が、なろうかと思っていますけれども、まあ、そういった時にもですね、この、6600から6500付近のですね、レンジまでを狙っていくっていうね、一つの、狙いやすい、まあ、ポイントに、ね、なるんじゃないかなと。まあ、こういった感じでですね、反発されると、6600付近まで来た時に反発される可能性があるので、まあ、その反発がですね、どれぐらいの強さかわからないので、一旦逃げておくっていうことですね。はい、そういった、まあ、短期的な、まあ、比較的短期的なところになりますけれども、そういうところをですね、考えながら直近に関してはトレード戦略を立てていくべきかなというふうに思っております。じゃあ今後ですね、もう少し、中期的に見たときにどっちに動くかということなんですけれども、まあ今ここの形でですね、完全に三尊天井ができました。4時間足レベルでですね、当然その三尊天井も意識されて、下落に転じてきたわけなんですけれども、じゃあこのまま三尊天井が決まるかどうかっていうのはですね、ここからさらに下げるかどうかっていうところですね、そこにまあかかっているわけですね。で、4時間足レベルで見ると、まあ、この下落トレンドラインが引かれていたと、引かれたということと、まあ、三尊天井が意識されるだろうということで、下落していく可能性があるということですね。じゃあこれ、日足だったらどうなのということなんですけれども、はい、こちら日足ですね。日足に関しては、まあ僕が言っていた通りのところですよね。ここの中期の移動平均線で、がっつりですね、サポートされているという状況の中で、このトレンドラインもですね、まあ、割ってきましたよね。で、そういった中でこう横ばいを続けていて、今若干ですね、この短期の移動平均線にサポートされるような形になっているわけなんですけども、まあおそらくですね、数日経てば、この上からのですね、トレンドラインと中期の移動平均線というのが非常に重くのしかかっていると、プラスですね、まあ7000ドルラインももう上にね、乗ってしまっていますので、まあそういったところをですね、上に背負っての上昇っていうことはなかなか厳しいということで、まあやっぱりね、一旦戻るかもしれないけれども、7000ドルぐらいがですね、まあ、最高値として、そこからね、一気に押し戻されると。で、2番底をつけに行くんじゃないかっていうふうなですね、見立てをしているということになります。続いてですね、これ週足でも見ていきたいんですけれども、はい、こちら週足ですね、かなり拡大してますけれども、まあ重要なところがですね、まあこの直近のところなんですよね。で、7000ドルを起点として、レジスタンスサポートっていう感じでされてきたと。で、ここからね、一気に抜けた後も、ずっとこうレジスタンスされ続けていたという中で、今回の先週のですね、週足も7000ドルをいよいよ抜けることができなかったということで、今日ですね、まあ、日が変わってから一気にですね、こう下落してきたということで、今週足レベルでもですね、陰線がついているというふうな状況になっています。これ見ると、やっぱりね、皆さんお分かりになるというか、まあ、感覚的にね、感じると思いますけども、やっぱり下落しそうな感じがすごいですよね。
だから先週の値動きっていうのは非常にね大事だったんですよ。先週末に僕の動画でも言いましたけれども、今回の週足を、実態がですね7000ドル抜けるかどうかっていうところがかなり重要だよっていうことをですねお話ししたと思うんですけども、やっぱりね今回、そこがですねキーになったかなということで、今からねこれ週足レベルでなかなかこれをぶち抜いていくような力がですねビットコインに、あるかどうかっていうと、なかなかねそれは難しいんじゃないかなっていうふうにね、見れるということになりますので、今からはですねやっぱり下落目線ですね、完全に下落目線に切り替えた上で戻り売りを狙っていくような、そういう相場展開がですね予想されるかなというふうに思っております。はい、こちらまた4時間足に戻しましたけれども、ちょっとですね板の方も確認しておきたいと思います。はい、デコボードですね、一応6800のところとですね6400ぐらいのところがですね若干厚くなっていますけれども、あまりこう気にするところはないかなというふうに思っています。6800っていうのはですねこのあたりですね、ここで横ばいした、サポートライン、いわゆるサポートラインですね、ここのラインが機能して、そこタッチでまあ反発、叩き打っていこうというふうにですね考えている人たちがまあいるというのがですね今回の板からわかるところですね。まあちょうどそのあたりでこの短期の移動平均線なんかがですね 上からこう垂れてきて、ちょうどねここから上がっていけばそこでですねレジスタンスされる可能性があるっていうところなので、まあそういったところからですねまたこう売り目線で戻り売り戦略をですね立てていきたいなというふうに思っているところです。ただし、まあここに関してはですね短期の移動平均線結構比較的ね今近いところにいますので、ここの、まあ、タッチでですねショートに入った時にやっぱりリスクリワードっていうところがねなかなか難しいかなというふうに思っています。ちょうど7000ドルと利確目標の6600の間ぐらいになってしまいますので、このあたりね、うまく取っていけるかどうかっていうのは直近のローソク足もですね確認しながら立てていかないといけないかなというふうに思っているところですね。はい、デコードはまあこんな感じですかね。ということで今日のですねビットコインの相場分析はこのあたりにしておきまして、最後にですね初心者講座ということで今日はですね、チャートパターンについてお伝えしていきたいと思います。ちょっとスライド資料を出しますね。はい、こちらのスライドがですね実際僕があのセミナーなんかで使っている、資料なんですけれども、まあ、3番ねチャートパターンということで、チャートパターンって何なのかというところからですね若干もう解説ね詳しくは本当にチャートパターンっていう感じでですね YouTube で検索してみると本当にいろんな方がですね、アップされているので、あの注目のポイントですね、そういったところだけお伝えしていきたいと思います。まず、これは基礎的な知識なんで、あの皆さんで調べていただきたいんですけれども、チャートパターンというのはですねトレンド回帰型とトレンド転換型っていうのがあるんですね。まずはで回帰型っていうのは 何かというと元々のトレンドに戻るっていうことです。三角持ち合いなんかはあのこのトレンド回帰型っていうふうに言われますよね。例えば、まあ、こう上昇してきますよね。上昇してきてここで三角持ち合いを作りました。その後元々のトレンド方向に伸びていくと、ここで三角持ち合い作って、上に伸びていくと、これがですねトレンド回帰っていうふうに言われます。はい、それに対してですねトレンド転換型っていうのがありまして、それがですね、まあ、代表的なものがダブルトップ と、三尊天井ですね、こういったところになるんですね。で、まあ、どういう心理で動いていくかっていうのはですね解説しているとちょっと時間がなくなってしまいますので今日はお伝えしませんけれども、まあ、こういったねこういったパターンが出たら、こっちに動くよっていう風なですね、まあ、こっちに動くというかトレンドが転換することが多いんだよっていう風なですね、セオリーとしてこう動く方向が共通認識化されているんですね。世界中の、トレードをやっている方の中でですね共通認識としてこういう、パターンをですねあの持っているわけですよ。なのでこういうパターンが出た時は、ダブルトップだとかね、三尊天井だ、これ逆だとダブルボトムとか逆三尊とかいう風に言われますけれども、これが出たらあトレンドが転換する可能性があるのかなということで、まあ、そのあたりをですね、利確目標にしたりとかですね、例えばここでトップつけて、戻してきましたと、で戻り押し目買いをですね狙っていこうということで、ここからロンが入った方はですね直近高値を、まあ、とりあえずさ、利確目標にしようとかいう風になるんですね。僕の動画でもよく言ってますよね、直近最高値直近最安値までを狙っていくっていうことはよく言っていますけれども、それはまさにこのダブルトップがですね機能してはまずいから、一旦ね高値まででやめておこうというのがですね本来の、趣旨なんですよ。なので、そういったところにこうチャートパターンっていうのは生きてくるんですよね。はい、
まあそれ以外にもいっぱい行きますけれども、まあまず一つはですね、そういった使われ方がしているということはですね、押さえておきたいかなというふうに思っております。それから、セオリーが崩れた際は大きな値動きになる場合があるということなんですけれども、例えば三尊天井ができました、でここからですね決まったんで、今回はねこのパターンで言うと決まったので大きく下落したわけですけれども、例えば決まらずにここのですね黒の移動平均線なんかで、サポートされてここから上昇する可能性もあるんですよ。上昇する可能性というか上昇することもあるんですね。でそうなった場合は共通認識として三尊天井は下げるよっていう風なですね、認識がトレーダーの中である中で、あれ下げないぞと、むしろ上がっていってるぞということで、あ、三尊天井が否定されたということになれば、どんどんですね新規のトレーダーがこう食いついてくるわけですよね。はい、一気に注目が増して、どんどん買われて、大きなこう上昇につながってくるみたいな、そういうねこともよくあるんですよね。なので、まあ、そういったところも含めて、チャートパターンができたときはセオリーに動く方向で基本的には考えるんですけども、そこが逆に行かれたときに、強い値動きに変わる可能性があるぞっていうところもですね合わせて、頭に意識しながらですねトレード戦略を立てていくというのがですね基本的な流れになろうかというふうに思っております。はい、ということで今回はですねチャートパターンをご紹介しました。明日はね何のお話ししようかなっていう感じで、ちょっとねもうこれ多分ネタ切れすぐ来るんですよ。なので本当にね何かご要望がありましたらコメント欄か、LINE アットの方からですねメッセージいただければ何でもね話していきたいと思う。何でもって言ったらあれですけれども、初心者の方にね分かりやすいような解説をですねしていきたいと思いますので、ご要望はぜひね、コメント欄か LINE アットの方でお寄せいただけたらというふうに思います。はい、ということで今日もですねちょっと長く喋りましたけれども、この辺りで、終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。